こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは日清食品神田松屋鶏南蛮そばになります。はい、7年連続発売中ということで、いわゆる今年も発売ですか、今年も系の代表製品って言えるかと思うんですけども、年末の時期にね、年越しそば需要のところにぶつけてきてるんで、それなりの品質なのかなという期待をしております。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回もいただきます。140年の老舗の味、初めて頂戴します。日清食品神田松屋鶏南蛮そばでございます。それではまずは一口。熱湯を入れた瞬間すごくいい匂いがしたんですけど、徐々に勢いが減ってきてるような返しを入れたらもっと良くなるイメージだったんですけど、そうでもないっぽい。はい、それではいただきます。5分戻しですからね、ちょっとどんなのかワクワクします。歯切れがいい。5分戻しで歯切れがいいっていうのはなかなか僕の頭の中では整理がつかないですね。面白い。ちょっと考えてみます。はい、ドーンと来ないですね。優しいですね。四つ足系がいないのかな。お魚は感じますね。この商品を楽しむためのポイント参りましょう。こんな商品のポイント、はい、まずは7年連続発売の人気商品、著名人もうなる江戸そばの老舗が監修した渾身の一杯。ありがとうございます。いろんなところを確認しながらいただきたいと思います。はい、次、上品に効かせた柚子七味の香り。なんか今のところまだ油で揚げた麺の香りが勝ってる感じですね。はい、次、昆布節、ソーダ節などから取っただしと醤油、みりん、砂糖などを合わせた江戸そばらしい旨味とキレのあるつゆ。これはなんとなく感じてます。はい、まだ僕そこまで深く理解できてないですけど、舌の上ではちょっと感じてます。はい、次、濃いつゆ仕立ての特製返しで仕上げる甘辛い濃いつゆはお店さながらの味わい。どういうこと。おしゃべりしながらいただきます。歯切れがいいですね、これ。ちょっと一回じっくり噛んでみます。はい。最初の歯切れがすごく良くて、回数噛んでるとどんどん溶けていって、おつゆを連れてきてくれるんで、まあまあ広がりも感じるんですけど、ただこれ手早く噛んでごっくんする、そういう楽しみ方の面じゃないかなと思いますね。長く噛んでもそんなにいいことないんで、手早く噛んでごっくんした方が多分美味しく食べれる。では、おつゆいってみます。甘みがね、あるんですよ。この甘みなんすか？みりんってありましたね。みりんなのかな？あ、さっき麺見てなかったですけど、麺は小麦粉、かっこ国内製造、蕎麦粉、植物油脂、食塩、植物性タンパク、醤油ですね。
で、スープは、糖類、醤油、鰹節調味料、粉末醤油、食塩、植物油脂、発酵調味料、魚粉、タンパク化水分解物、七味唐辛子、あ、ここにいた。柚子皮、あ、ここにいた。あ、なるほど。みりんが見つからないですね。発酵調味料で丸められちゃってるかもしれないですね。でも甘み、独特の甘み。お魚っぽい味が混ざってる甘みなんで、糖類みたいな甘みじゃないんですよね。糖類って入ってた？あ、糖類一番最初に入ってる。これもしかして糖類かな？もしこれが糖類だとしたら、いや、お上手ですって感じですね。なるほど。はい。残念ながら、僕の多分舌が追いついてないんです。美味しいんですけど、僕の舌が多分ね、追いつけてないんですよね。だから、柚子皮とかね、七味唐辛子がわからないんです。いやでもこれ縦型のお蕎麦の中で本当美味しいかもしれないですね。以前からそのカップ蕎麦は難しいんじゃないかっていう話をしてますけども、美味しい、美味しい、美味しい。はい、それではここでこの商品の概要についてはいつもの通りで動画の説明欄に書いておきますけれども、そこから気になるところをトークで補足していきます。まず製造なんですけれども、このパッケージに印刷してありますね、静岡工場です。静岡工場と申しますと、ノンフライの縦型の優れた商品を連発されているところですね。はい、これも縦型ですけれども素晴らしい。ブランドは日清食品さんの有名店シリーズ、種類は蕎麦ということで、発売日は2023年の12月18日、年越しシーズンというところに合わせてきてるんですね。価格は278円、コラボ先は老舗の神田松屋さん、麺種別は油揚げ麺。そういえば日清さんとか明星さん、ノンフライ結構縦型でも使ってきますけど、お蕎麦のノンフライって見たことないかも。ちょっと後で探してみます。内容量は 92g の麺 72g。まあまあサイズ感ありますね。はい、嬉しいです。エネルギーは 402kcal。三大栄養素及び食塩相当量を確認してみますと、カップ麺にありがちな食塩相当量ちょっと高め問題はもちろんあるにはあるんですけれども、そこをちょっと置いときますと、特に気になったところはないかなというふうな印象です。はい、以上、この商品の概要でございました。具材がですね、鶏肉ですかね、これ。なかなかの大きさで、なかなかの自己主張ですよ、これ。ちゃんと噛み応えが、鶏らしい噛み応えが、いわゆる胸肉ですかね。胸らしい噛み応えが、これがね、何個か入ってるんですよね。これなんですか？お揚げ？え？ネギだ。ネギに気泡がくっついてる。泡が。ちょっと待って、火薬何があるの？味付き鶏肉、ネギ、あ、それしかないです。はい、泡揚げ入ってなかったです。いや、でもこれ本当美味しいですね。お値段考えると、どうだろうな、250円だったら絶対飛びつきますね。ちょっとね、その辺、278円か。でもお値段に比べて美味しくないっていうことは全然ないです。もちろん美味しいんです。ただこのシーズン的に、例えば年越しなんていうシーズンですと、ものすごい強いライバル出てくるじゃないですか。ね、いくつかね。その中に278円でこれで勝負っていう、市場の中でのバランス的に大丈夫なんですかねっていうところはちょっとあります。これは、なんか繰り返し食べてもいいですね。カップのお蕎麦でなかなかそこまで繰り返してまで食べたいと思うものはなかなかないんですけど、これ美味しい。お蕎麦も美味しいし、おつゆも美味しい。はい、それではここで神田松屋さんのお話をさせていただきます。東京都千代田区神田に本店を構える老舗のお蕎麦屋さんです。おうどんも提供されている。この商品のニュースリリースでお店の説明がありましたので、それをちょっと引用させていただきますと、神田松屋とは明治17年創業の老舗で、東京都の歴史的建造物に選定された情緒あふれる店内で蕎麦を味わうことができます。現在の当主は6代目の方。風格と気軽さが同居した神田松屋は数々の著名人に愛されています。メディアにも数多く取り上げられるなど、活気あふれる人気店です。ということでございまして。明治17年ですからね、相当の老舗さんですね。すごい歴史を背負ってらっしゃる。で、そのお店、どういうお店かと申しますと、産地から厳選した蕎麦を石臼で挽いた引きぐるみと言われる手法で製粉された蕎麦粉を使っている。あくまでも手打ちにこだわっていて、神田松屋さんならではの打ちたて、茹でたての味、喉越し、コシといったものをお客様に楽しんでいただきたいと。
職人さんたちの厳しい鍛錬に裏打ちされた卓越した技術と厳選された素材、徹底したこだわりが作り出す至極の一杯が140年間愛されてきた秘訣なのかもしれませんね。お品書きを拝見しますと、品数が実に豊富で、お客さんのいろんなニーズに応えてくれそうだなというふうに思いました。結構種類がありますので、引用や読み上げはちょっと割愛しますけれども、その中でも僕自身がね、あまり聞き慣れないごまそばですとか、僕が住んでます関東ではあまりお目にかかれないニシンそば、あの磨きニシンが入ってるやつね、なんかは個人的に興味がそそられますね。また公式サイトで少しだけその画像が見られる内装や外装ですね、先のリリースで東京都の歴史的建造物に選定されたとありましたけれども、その圧倒的な歴史の重みというか、迫り来るような重厚な雰囲気、これはね、軽い気持ちでお店に入ろうとすると足がすくんじゃいそうですけれども、そういう情景の中で蕎麦をすすってる自分の絵も絵になるかなみたいな、映えるかなみたいな、ちょっと見てみたいなっていう気がしますね。ちなみにその140年というのはね、どのくらいすごいのかっていう尺度になるかなと思って、創業された明治17年、西暦でいうと1884年ですね。これがどういう年かちょっと調べてみたところ、日本では初めて天気予報が出された。今はもう毎日天気予報なんていうのはもう日常生活に溶け込んでますけれども、日本で初めて天気予報というのが、これは確かメディアに乗らずに東京気象庁あたりに張り出されたんじゃなかったかなと思うんですけど、でも間違ってたらごめんなさい。こっそり建物に掲示されてたみたいなんですよね。そういう出し方で日本で初めて天気予報が出された年。それから中国はまだ清の時代ですね。でこの年ベトナムの領有権をめぐってフランスと戦争になってます。新仏戦争っていう戦争ですけれども。それからアメリカに行きますと、自由の女神。これはまだ建造中です。で、この年にフランスからアメリカに自由の女神をプレゼントしますよっていうことが決まって、パーツごとに分けて組み立てる最中ということなんですね、この年が。これだけ見ますと、歴史の教科書の中にあるような、ちょっとピンとこないような感じですけれども、その年に神田松屋さんが創業されてるというんですから、驚きです。はい。ということで、神田松屋さんのお話でございました。今まで割と、その、年越しそばって僕、お世話になる商品を決め打ちしちゃってたんですけど、今まで。こう何年も同じものを買うっていう。ちょっと見直します。はい。いろんなものをいただこうかな。思いました。これで。美味しいです。はい。美味しいです。これを食べ損ねてるのは損だ。うん、はい。残り、これだけになりましたので、一気にいただきます。うん、はい、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は日清食品神田松屋鶏南蛮そばいただきました。これだけ美味しければ今後いただく機会がまたあるかなと思いますんで、何しろお上品なおつゆね、それからお蕎麦、喉越し重視ですかね、歯切れが良くて美味しいお蕎麦でした。それにあれだけたっぷり鶏肉が、しかも食べ応えのあるもので、きちんとこう繊維質まで意識できるようなしっかりした鶏肉でしたんで、非常に美味しくいただきました。はい、ということで、また年末にお世話になるかと思います。どうもありがとうございました。大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから
皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。